地味なことをねコツコツ積み上げていくにはものすごいね信念、情熱、精神力、こういったものが大切なのかなと思いますし、逆にですねそういった精神力を使わなくてもいいぐらい当たり前のようにやる、もういわゆるねリビングデッド状態、考えてないのにもう行動がね続いてしまうという、そういうふうな思考停止状態がね必要なのかなと思います。まあ多くの意味で思考停止っていうと何も考えずに流されてしまうとかね、行動を止めてしまうってことになりますけども、私の場合はねサイトを量産するときとかっていうのはもう思考停止状態でしたね。とりあえず無有描写のようにこう体が動いてて、気がついたらね2日経っていたみたいな、でこの私の場合ね菓子パンをねコンビニで20個ぐらい買ってきて、で食べながらやるんですけども、こっちに新品の菓子パンがあったのにこっちにゴミがこうね、食べちゃこっち食べたこっちやって、ね、こっちにゴミが積み上がってきて、で気がついたら1日経ってみたいな状態だったですね。懐かしいな。まあ、ああいう風なね無有描写みたいにできる、いわゆるねちょっとアスペルガー的な要素が私にあるんだろうなと思います。それを上手に使ってですね、いわゆるデメリットみたいなところをメリットみたいなものにこうすげ替えていくっていうかね、長所と短所ってやっぱり紙一重というか表裏一体なんでしょうね。どっちから見るかによってそれが長所になり得るものであったり短所になり得るものだったりするということだと思います。で今回ですね、私の本棚にずっとあるこの本見てください、40代を後悔しない50のリストって本があって、全く私開いてないんですよ。ただこれがここにあるだけなんですよ。あるだけなんですけども、ここにはどんなことが書いてあるのかなっていうふうに思うだけでネタってできるんですよね。不思議ですよね。だからね読むのがもったいないんですよ。読んじゃうと終わるじゃないですか。読み始めたら読み終わっちゃうんですよ。だからね本はね読まないのが一番頭に入るなというね妙な感じですけどね、読んでないのにいろいろとコンテンツできてしまうというね。でその中で私が思うのは、40代を後悔しない50のリストって書いてますね。この本を読む時点でもう終わってるってことなんですよ。何が終わってるかっていうと、40代を後悔することを恐れているっていう時点でもうだいぶね やれてないなと。どう考えても俺の40代後悔してねえぜと思ったらこれ読まないわけですよ。ってことで私は読んでないのかな、なんだろうね、まあ、後悔全然ないですからね。いやこれ以上やりきることはできないだろうと思いながらも、まだまだこれがね、この前も言いましたけども、なんでこれを20代でやってなかったんだとかね、なんでこれを40代までに完成させなかったんだというふうな、そういうふうな私はね後悔はありますね。だから40代でやるべきことを40代でやるんじゃなくて、そんなのもっと早く終わらしときよみたいなね、じゃなかったらこの本ね、大塚寿さんっていう方が書いてるみたいですけども、こういう本もね大事なんですけども、こういう人のね思考に依存しているようではまだ思考停止じゃないなというところですね。もっともっとこうね、私もそこそこ内側から出るものがありますけども、まだまだ内側から呼び覚ましてないなエネルギーと思いましたね。まあ何にしても未だに読んでないというね、これ出版いつだろうということで見てみるんですけども、いつなんだろうな、2011年1月の本でした10年前の本をタイトルだけ見て未だに読んでない、でもネタがいっぱい出てくるというね、まさにね40代を後悔しない50のリスト、50どころでは済まないだろうというところがありますけども、皆さんの40代はどんな後悔があるでしょうか。いってらっしゃい。